トリンギット族の狼のマスク、18世紀、ネイティブアメリカンマスクとは、アメリカ、カナダに占住するインディアンたちが顔を覆ってこうむる、儀式、行事用の仮面である。ネイティブアメリカンは、インディアン以外の民族も含めた呼び名であるが、ここではインディアンに限定した使い方となっている。インディアンのマスクは、精神的や病気を治すための宗教的な儀式及び、ダンスなどで使用される。 北、大西洋の東海岸の色恋諸族などの部族や、アメリカ南東部のチェロキー族や、直東族などの部族や、アラスカや、北、太平洋の北西海岸のハイダ族、サリッシュ族、トリンギット族、スピアック族などの部族で広く見られる。インディアンのほか、エスキモーも、仮面を作る。移動生活を営んでいた数族などの平原部族を、はじめ、 儀式に仮面を使わない部族も多く、すべてのインディアンに見られる文化ではない。各部族によって、マスクの姿、形などは異なるが、動物や、精霊や奇妙な人の姿をした顔などに似せて、作られたものが多く、鳥の羽や毛をつけた、マスクなどもある。マスクは、木彫りのものが多いが、他にも、銅などでできたマスクもある。マスクに使用される材質は、 各部族の居住する地域によって違いがあるが、北西海岸に定住する部族のヒマラヤ杉を掘って制作されたマスクが有名である。ホピ族とズニ族には伝統的なマスクをつけてカチナの精霊に噴し、ダンスをする姿が見られる。アラスカなどの北極海沿岸の部族には、セイ打ちやフクロウなどをモチーフにしたマスクがあり、クジラの骨で作ったマスクもある。 ナバホ族やアパッチ族は伝統的なダンスのために布や革で作ったマスクを使う。チェロキー族には読み聞かせのための標端を使用して制作したマスクがあるが伝統の復興とともに本来の素材でマスクを作っている。現在のインディアンのマスクは主に民芸、販売用や伝統的なダンス、文化の復興を目的として作られるものが多い。色恋所属のマスクは 例外のようである。色恋所属のマスクは、ホースフェイスマスクと呼ばれ、変わったな、人の顔をしたマスクが多い。材質は主に、アメリカシナノキを使用し、目の部分に、銅や金を使用することがあり、マスクの頭部部分につける毛には、馬の毛を使用している。また、トウモロコシの皮で作った、トウモロコシ側マスクもある。部族内部でのみ行われる宗教的な儀式でのみ、使用されており、 主に病気を癒すために使用されたり、儀式場での精神的な治癒を祈願するためのダンスで使用される。色恋所属は、神聖なマスクの販売などには反対している。色恋所属は、ホースフェイスカンパニーという会社を設立している。ありがとうございます。